皆さんこんにちは。格闘技ラジオの時間です。本日もよろしくお願いします。これ聞いていいねと思ってくれた方は、チャンネル登録よろしくお願いします。最近ツイッターも始めましたので、そちらの方もよろしくお願いします。格闘技ラジオというので登録しました。まだゼロフォロー、ゼロフォロワーです。皆さんよろしくお願いします。本日は、7月30日に、亀田智樹選手がリングに上がります。皆さんご存知ですか？亀田智樹選手は、移籍、一戦目ですね。トライボックス、平成西山ジム。そう読むんですかね、おそらく。相手が、これなんとアマチュアエリートですよ。まあ、2012年のロンドンオリンピック代表、ウィリアム・エンカーナシオン。ドミニカの選手です。うわ、中南米の選手でオリンピック出てるっていうのは、これ、強いですよ。はい。これ、中南米ってあんまり、プロより、アマチュアの方が力入れるんですよ。その中でドミニカ代表っていうのは、これ、結構というか、かなり強いです。亀田智樹選手は、まあ、15歳で、単身でメキシコで、まあ、アマチュアから、みっちりと練習をして、アマチュア経験を積んで、プロに行きました。はい。それでまあ、亀田ブームっていうのがあって、まあ、そこでちょっとファンなんで、あんまり、日本では目立たなかったですよね。そんなに、だから亀田光輝、大輝が日本でよく試合してたんで、そこを取り上げられて、実は三男が一番、まあ、ボクシングが上手い。そう言われてますよね。まあ、実際に見てもスピードがあって、まあ、綺麗なボクシングをしますよね。この、亀田智樹選手の相手に選んだエンカーナシオンは、WBC のラテンアメリカスーパーバンタム級王者ですね、元。カリブ海同級王者にもなってますね。これ、右利きのボクサーで、ここまでの通算成績が21戦19勝2敗。現在の階級は、スーパーバンタムより、一つ上の階級で、まあ、フェザー級でやったり、スーパーフェザー級で、10回戦とか戦ってるんですよ。だから今回も、トモキにとって、1階級上の、フェザー級10回戦でのマッチメイクとなってます。なぜ、トモキ選手、そのフェザー級の選手と、やることになったのか、なんというか、これ、スーパーバンタム級、トモキ選手、世界前哨戦ですよ、これ。これに勝ったら、おそらくです。うまくいけば、ムロジョンと試合組めるんじゃないかって。ただ、この相手強いですよ、エンカーナシオン。ハードパンチャーですね。19勝のうち 15KO。結構これ、まあ、2敗ですね。これ、強い相手と、たくさんやってます。あ、だからアマチュア上がり。だから普通の日本人行くと、あっちの中南米行くと、日本人が、もうオリンピックなんて多分出れないって言われるぐらい、結構向こうはアマチュアすごいんですよね。まあ、キューバを中心に。まあ、これ、この相手相当強いですよ。これ2敗つってもなんか、まあ、階級上の選手ですからね。だからこれ世界戦の前に、まあ、わざと、まあちょっとレベルが高い選手と。まあそれの相手を倒すぐらいじゃないと世界は取れない。ムロジョンは倒せない。まあそういうことでしょうね。だから、カマセの、まあ対人とか、まあ倒してとりあえずランキングを上げてっていうやり方じゃ世界は絶対取れないですよね。ムロジョン、アフダマリエフがいるんで、上には。だから、この辺倒すとだいぶ期待持てますよね。だから、しかも、トモキ選手って全くハードパンチャーじゃないじゃないですか。もう手数のタイプじゃないですか。で、その相手がハードパンチャー。これ面白いですよ。いや、どうなるのか。これ勝つとしたら、まあ判定ですね。相手は打たれ強いし、トモキ君のパンチじゃ、絶対に倒れません。これもし倒すようなことがあったら、もうすごいですよね。これ期待できますよね。これ、トモキ選手は、今、スパーリングでフィリピンから、まあ、階級の上の、なんか強い選手を呼んでるらしくて、
まあ、かなり練習してるらしいですね。だから、トモキ選手、これ勝ったら、もし、これに勝つようなら、スーパーバンタムじゃなくてもいいような気が、しないでもないです。まあ、体重的にスーパーバンタムなんでしょうけど。まあ、でも、フェザー級は、ちょっと、ちょっとまた世界変わりますよね、スーパーバンタムから。だから、そのフェザー級の、世界ランカー。これ倒すようなら、ああ、でも、ムロジョンはちょっと、正直、ムロジョンは厳しいと思うんですけど、ムロジョンがなんか、まあ、だから4団体統一戦で、フルトンに負けるのを願って、あ、そしたら、4団体統一王者フルトンになるから、フルトンでやらなきゃいけないのか。まあ、どっちにしろ強いですよね、相手は。トモキ選手だから頑張ってほしいですよ。それ、トモキ選手が、ここで勝って、次、順調に行けば、ムロジョン。ムロジョンと、やります。で、ムロジョンに勝ちます。それ、世界チャンピオンになります。そしたら、井上尚弥が、バンタムから、階級を上げてスーパーバンタムで、いきなり、亀田智樹選手と、やるとか面白くないですか？それ、まあ、さすがに、まあ、それで、井上尚弥選手が、亀田智樹選手に勝ちます。それ、そうしたら、WBA のチャンピオンになりますよね、井上尚弥選手が。それでフルトンと統一戦。いや、これは面白いですね。まあ、こうなったら。いやいやいやでも、ただ、亀田智樹選手には十分、勝ってもらいたいです。とりあえず、この試合を。なんとかチャンピオンまでこぎつけてほしいです。今、WBA、スーパーバンタム級3位ですからね。ウィリアム・エンカナシオン。どうにかしてこれを倒してほしい。このハードパンチャーの、でかい相手を。ってことでね、7月30です。試合場所は神戸ですね。まあ、ホームです。ホームでやるんで。まあ、完全有利です。まあ、有利ってことはないけど。相手がでかい。相手の方が格上っちゃ格上になるのか、階級上だし。それなんとも言えないってことですけど。とにかく亀田智樹選手頑張ってほしいと思います。亀田智樹選手の、また、新情報、ありましたら、ここで放送します。では、これ聞いてくれた人は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、またお願いします。ありがとうございました。